あ、これ着るから。でも下手したらフェアルックなんじゃないかなと思ったんですよ。多分黒パンで来るだろうなと思って、さすがに多分黒だろうと思ったんですよ。それすらもうこんな1ミリも覚えてなかったからえ、これ何何え、何え、は、え、勝ったー。これが気持ちいいんですよね、先に来たのが。ありがとうございます。全く分かんないです。456枚。あらがもう終わってもうた、もう終わってもうた。上位の方やったのに、これはもったいない、これはもったいなすぎるでしょう。あー296枚あら、3連、あー3連まで、お、重なった。この2コースでゲーム数と剣舞、赤文字当たっちゃってもいいよ、ダメ。8点。うわ、追っかけ、これは外したパターン、バッタイムなし。おっとっと当たった。あ、しかも、えっ、将軍ラッシュ。うわー、やらかしたちょっと次郎さん呼びに行きましょうか、久々に、久々に見てもらいましょう。あの、沖縄行けるかもって言って呼んできます。ちょっと沖縄行けるかかかってるんで見てもらってもいいですか。あー、将軍ラッシュ、え、将軍ラッシュ行きますよ、おめでとう冷めてるな、頑張りますよ。俺見たんか、あ、なんかミスっとるかな、ラッシュ全長ラッシュみたいな、ここで恋愛が絶対うまい。あ、うまいね、まっつこうするか。ちょっと待った、意外と弱くない？よし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 、ええー、なー、なんか あれ終わりそう、中央していこう。よし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 、ええー、なこれ、外したら終わりってやつですか。うわぁ、ごめんなさい、すいません。普通のぼちぼちやん、ぼちぼちですか、ぼちぼちやん。頑張って何枚出します。勝手にしてくれ。あ、使いますか。いや、負けんの嫌やし。あの、バトルじゃないんじゃないですか、一緒に万枚出して。いや、負けんの嫌やし、俺負けんの嫌やし。あ、じゃあどうぞどうぞ。いい、いや、そういうわけでいかんけど、怖い怖い、久々に怖い。危うく
強盗みたいにさせられそうになりましたけれどもね。危ない危ない。僕この番組自分でそんなに弱いなとは思ってないんですけど、小次郎くん結構強いっすよね。別にこうせってつもりまくってるわけでもなんでもなく、パワーで出してる。あかん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 。望みの綱の印籠箱もダメとなると、この台を打っていく理由はないかな。はい、まあ16本しか使っておらず、番長の手玉でそのまま今回初当たり引いて、ただいま飲まれたところです。ちょっと足んないですけど、まあ200ゲーム、いやー、もっと行きたかったな、もう本当に。多分あれがぶっ壊すあれっすもんね、あのトリガーっすもんね。うわー、沖縄旅行が。よし、96ゲームですね。じゃあ1回もやってないんで、姫で行きましょう。うまい。やばい。はいや。早いよ。30ゲーム。良さそう。これ。なんか前日めっちゃいいじゃないですか。なんか今日もめっちゃチャンスが入ってたんで良さそうっすよ。これやめてや。じゃあ、いや、ちょっと俺これ打ちたいし。あ、別に俺がこれ打つとかじゃなくて、ああ、これやめて。いや、隣でよくないですか。隣でついに自分から隣に。背に腹は変えられないとはこのことで、いい台が小次郎くんの横だからって打たないっていうことにはいかないと思うんで、まあこれ打とう。履歴はすこぶる頻繁に出現するとチャンスです。良い感じ。まあ、回転数こそね、300回転ぐらいしか回ってないんですけど、初当たりは93、31、38当たってる。まあ高額で当たってるんで、この2回に対しては多分何とも言えない部分はあるんですけれども、これプラス前日が強いと。前日、はい、良さそうということで君に決めたと。いや、上げ狙いでいけやって思うかもしれないですけど、バラエティコーナーに関しては上げ狙いで狙うには該当する台が多いと。で、小次郎君曰くチャンスも何回か入ったのを確認してるみたいなんで、もしかしたら、もしかすると、と。いや、多分ないですよ。多分ないんですけど、秋田の中で一番希望の持てる台なんじゃないかなと。タイプライターかと思った一瞬。多分、IC カード4000円って書いてあったんで、800枚かな。予想800枚。で、多分メダルゼロなんで、そりゃそうやろ。これが好きなんすね。いや、もうずっとこれでやってたんで気分変える。いやいや、そりゃそう、これやろ。
ジローさんはチービックが好きらしいです。そりゃそうやろ、何度そりゃそうやろ。わー、勝った、ありがとうございます。ありがとうございます。これで1ゲームですね。ジローさん隣に来た瞬間、ええー、なー、楽しそうやな。シンプルに楽しそう。あれだ、あのレバー押して先光るんすよ、ランプがね。で、まあ、その瞬間に気づくんすよ、うわーこれ音鳴るやつやって。あれーなー、見てるだけで気持ちよかったもん今。さあとりあえず引き消しで1744枚ですけど、1ゲーム連。じゃあ G でいきましょう。 G で、ここでいかなかったら熱いよ。お、いいんじゃない。3回目、あ、かかってくる、任して。あの沖縄旅行かかってるんでお願いします。まあ、見てたら俺すげえ我慢できひんくなってやりたかったよ。待ってて待ってて、はい、いやー、そらそう、そらそう、そらそう。ここね、ここ。コメントしづらいんですけど。早ない。早い。こんな早終わるっけ。終わります、終わります。結構あっさり終わります。故障かなと思う。あ、いやいや、そんなもん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 。出しゃばってあんまり乗せへんスタイル。ひどいなぁ俺。さあこれで終了で、サスケチャンスですね。1947枚さあこれで将軍ラッシュの分加わって残りゲーム数が388ゲーム。さあこれで2000枚、でいっても5000枚なんでまだプラス1000枚ぐらいですね。まあ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 、しょうがない。たまには化けもありますよ。ちょっとビッグバカ引いてたんでね。まず引いても10ゲーム。まあ仕方ないですね。残りが310ゲーム。うおー、赤まで行った。これは今日でしょ。 OK、 キョーチェリー10ゲーム。 OK、いや弱いでしょう。あーからこれはいける。よし、いやせめて狙わせてください。よーし、きた。おお、あっさり。
あっさり当たりましたね。さあ2連続バケはやだよ。わあ、レギュラーか。一旦ちょっと周り見に行きましょうかね。なんかもうラチが開かないというか。諦めなし。満潮も絆も飽きないなし。打って負けるって幸せなことなんですよね。これ実は一番不幸せなことは打てないっていうことなんですよ。まあ、別に何が言いたいとかでもないですけど、飽きないがないっていうお話です。はい。ああ、20だ、20、20、ちょっと多い。残りゲーム数が1ゲーム目から全直ってます。残り324。これはどういうことだ。さすがに当たるんじゃないですか。バス待つから、なんかすごい色してる。何色だろう。延長自体はそんなに熱くないっすね。ホーキー、これ確定じゃないですか。ゼロなのに発展しなかったんで。ありがとうございます。11ゲーム早い。もうレギュラーやめよう。もういいでしょう。マジか。3連発レギュラー。シャーレーク、ローチェリー、青、お、来たー。昇格っすわ。もう覚えましたから、もう覚えましたから。よっしゃー、ほっこりじゃー。ありがとうございます。頑張ろう。50ある。50取りたいな。ようやく20ゲーム。早い早い早い。うわー減った。35ゲーム。やっぱこんなもんす、こんなもんす。ローチェ、わあ始まんない。ダメだ。始まってた。よーし行こう。プラス20でかいよ。さあ中引いた。さあバウンドした。どーち30。やだ。あー60。まあでかい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 。これで95。
わあ、火消し単品か、また怖いな。2634枚。ここでレア役ダクチェリー。これで残りゲーム数が409ゲーム。え、どういうこと？え、なんで？残り528。え、今のジャックチェリー120ゲームの音とかそんなことあるんですか？何今、どういうこと？これ使ったわけでもないし、沖縄旅行見えてきた。本当に見えてきましたね、これ。というかその前に今日の勝負は絶対勝ちました。もう負けは絶対ない。次郎さんが今から何を引いても負けはない。これは2回連続で5000枚オーバーありますよ。ちなみに前回のラブジョーは終了時間の後を乗せして5125枚出ました。今回それを抜きましょう。合わせ万枚でもダメっすかね、沖縄。ダメか、さすがにダメか。2人で頑張って万枚目指そう。2人で頑張って万枚目指そう。そういう番組やからこれ。まあそうですよね、今日だけは。いや、そらそう、そらそうよ。延長しても大丈夫ですか？ああ、もちろん。よっしゃ、沖縄旅行のためだ。確定役みたいなの引いたかも。やめてや、ベルトそろわんといてや。もう違う違う、欲しいのは今日じゃないのよ。本来ならば五右衛門が一番ね当たるんですよ。だから五右衛門やるべきやとは思うんですけど、こういう時はもう至ってシンプルに決めた方がいい。僕藤子チャレンジ、これ藤子チャレンジがこの一撃のやつ外したことないんで使います。私に任せて、それに見つめて行きます。操作の方へ通って今絶対僕の方向いたらはぁって言われると思いました。おい、やっぱりほらほらほら、おい、何笑ってんねん。笑ってない。何笑ってんねん。笑ってた。絶対僕の方向いてお前のせいだみたいなこと言われるんだろうなと。おい、言ってへんやろそんなの。バカにしやがって。嫌やろ、いきなり全然知らんやつにチャンスを外して横で笑われたら。だびっくりした。でも、協力プレーナー、協力プレーナーから、ああ、そうなんだよな。ああ、そうだ、危ない、危ない、当ててくださいよっていう。ああ、勘違いしてたわ。ああ、よかった、よかった、よかった、殺されるかと思った。はい、はい、はい、もう一度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 、頼む。始まって、ルバン、早くしよう。あー、探知。これ外れて、ゼニ型 MSP 行って当たるやつ。あ、こっから、こっからなんで。安心してください、こっからなんで。ゼニガタイム、なかなか SP はいかんよね。あー、早い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 、いいペース。
もう最後の最後はキワのキワで1人とか3人とかになってっていうパターン多いで、あーいいいいいい、ゴニ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 、ゴニかよ、頼むぞ、タイトルはしろ、チャンスオーヤー、ま、おい、またっすか、任してくださいよ、頼むで、頼むで、いやいや、ほんまに頼むで、おっさん間違ってごめんなさい、すいません、すいませんでした、ごめんなさい、すいません、もう延期の、延期の、あ、いや、ちょっとごめん、こんないらないから今の一発を成功させなきゃいけなかったんだよ、あいつ今人のレバーオンやから適当にやりやがったんで、あの入ってなかった、気持ちが全然入ってなかった、拳が軽かった、よっしゃ当たりました、間違いないです、そうっす、いやーよかった、ギリギリ、まあまあゲーム数的にはギリギリかな、31本、まあ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 よかった、ここでギリギリ当たってくれて、おいちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、全長は全長も公平やないか、なんやこれ、ゼニガタイムは勝負旋回、ちょっと待ってくれ、それはもう話変わってくる、やめようかな、ゼニガタイム中は我々警察、すいません、すいませんね、お待たせしました、お待たせしました皆様、あーそろそろ大当たりの映像が見られます、すいません、あ結構かかったな、33本か、結構かかったな、まあ、全長勝負でもしかしたら34本目、あ、まあいらんかな、はいはいはい、まずはね、ちょっと足んないっすね、まあ、ホッペステップみたいなもんですよ、ここはジャンプする前のまた消えた、また消えた、また消えた、その演出に一斉一旦外れると、え、これドエライチャンスメロン、ドエライやつ、おい、これどういうやつ、え、何分の1ぐらい、だから今日チャンス目じゃなかった、何分の1ぐらいでしたっけ、知らん、 100分の1ぐらい、ええ100分の1ぐらい、100分の1 多分偉いやつです、多分こんなええ時に話されてもね、やっぱ当たる言うてたのに、あーほら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 、もう早いもん、早いもん、ほら、まあ、ちょっと何が起こるかお楽しみ、こんな綺麗な形してるんですから、
第3まで行ったよ。うわ、第4まで行った。わあ、これとんでもないぐらい乗るんじゃないの。予想は100、予想は100。あ、やっぱりね、100。オーケーオーケー、十分。ボーナスなんかもついてこない、束ね消えましたね。あー、これはじゃあ降格ありそう。ボーナス確定なのかちょっとわからん。やっぱりボーナスありますね、多分。5番、はい、オーケー。さあ、ボーナス確定なのかもしれないですね。オーケー、オーケー。はい、悪いな。やらの、取られた。なら盗まれました。小次郎君になら盗まれました。ああ、やられたやられた。まあそこは先輩なんで大人になりますよ。なら取られたぐらいで。さあ行こう、大事よ。あんまりいいの見えてないな。オーケー、うまい。あ、こぼした。うわ、しかも50でかい。ここ欲しいな、20欲しい。よし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 、いいね、出てこないね。105ゲーム。終わり込みもない。一応クロス。おー、やっぱ札扱ったんでね。で、ボーナスと83ゲームですね。ビッグ確定ですね。全然気づいてなかったっすわ。吉宗、赤。いいよいいよいいよ、越えろ。オーケー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 。50はでかい。おー、いいよいいよいいよ。やばいやばい、終わんない終わんない。おー、十分でしょ。125ゲーム、素晴らしい。ラパネ消えた。感動した。チャンスね。お、さっきは失敗したんでね。カットインあっても失敗したからな。カットインない、あるけど、アホ、赤で失敗したから無理でしょ。行くのかよ。
い。さっき赤いカットインで外れたじゃないですか。いや弱いな、やばい。よしよしよし。うわー、二重ゲーム。はい、熱い、絶対熱い。違う、絶対確定レベルでしょ。はい、ありがとうございます。これで1ゲーム連やりたい放題ですね。絶対熱かったのに、あの時何か引けてれば。これでさっきの分の1ゲーム連。いやここででっかく乗ったらマジで万枚あるんでね、本当に弱いな。やばい、20ゲーム弱すぎる。赤ヒーローチャレンジ、上位じゃない方。もうこんな当たるしないんで、五右衛門で行くと普通の人は思ってもおかしくないと思うんですよ。ただここで俺で五右衛門選んで当たったところで、それはもうほんまにこのルパンの一味に勝つと言えるのかと。これで当て切ってこそじゃないでしょうか。ここでようやく聞いても 100% よ。ね、
ました。すいません。すいません。あれ、あれですよね。900超えたら恩恵受けれるんですよね。確かあったよね。あった、ね、確かダブルだと思う。900やったよね。多分900でいいんですよ。大丈夫です。投資44。いや、まくれるまくれる。まだまくれる。まくれるどころか。まくれるどころかっていう話ですよ。さあ、確かダブルだったと思うんだけどな。はい、シンクロ。え、あれ920段ゲームとかやってた気がするけど、そうでしたっけ。20ゲーム、30ゲームとか。俺もあんま覚えてなかった。あれ当てたらあかんまであった。だからおい、はい、何ゲームぐらい早かったやろ。今小次郎君が見てくれたら926からダブル以上なんで4ゲーム早い。なんで4ゲーム。だからこれあれっすわ、ゴエモ選んどいたらよかった。チャンスを一番赤タイミングだ。ああ、いやそうやそうや、なんかそんなあった。天井間際はゴエモ選んだ方がみたいなありましたわ。いやーよくないねこれは。まあ、銭形の AT ってそんな一撃必殺みたいな AT じゃないんで、コンスタントに1000枚2000枚を狙ってっていう台なんで。44本とか言われてもな。姫は熱い。ちび姫だっけ。姫は熱い。4559枚、多分姫は熱い。ただ姫単品がめちゃめちゃ熱いんですよ。横に472ゲーム残ってるやついるのに20枚上乗せされたところでちょっと心には響かないです。しましたが、しかしこっからが銭形の本領を発揮する場面なんですよ。さあまずはハズレを引きます。でこのランプを光らせるだけ。あーなんか引いた。復帰するかも。あーこれはきついな。ベルごときだ。きつい。どう地獄の底まで追ってきたか。すいません。すいませんね。チャンスアップではない。ようこそ対応してやる。全部チャンスアップ一切なかったってだいぶ厳しいんで。第1部隊完了。第3までいけ。うわー行かず。ネット中、ここめっちゃ大事なんですよ。あかん。こっからの時もある。ふう25ゲーム降格なんですよ。その降格っていうのはね、やっぱ銭形弱点で 5% ぐらい弱点っすよ。普段は当たらんような弱点で
確か 5% ぐらいあるんですよ。なんと6やったら確か 15%。 まあこれがごっつい。ここで引き戻して500枚1000枚出すこと何回もあります。諦めない。やめ、もう今日はやめ、実戦終わり。なんて日だ、なんて一日やったんや。返してくれダーウィン、返してくれ俺の操作記録は保存されている。981ゲーム回して初当たり1回だけでした。お疲れ様でした。7560枚でした。おー182枚。スタパネ消えましたね。うるったチャンスね。早いって。いやでも赤だった。 OK 20かな。150ゲーム。二郎さんがすげえ顔でこっちを睨んでいる。残り500。やっぱり余計なことするの得意なんすよ。 OK 赤くなればあるよ。ある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 、これはある。よーし、カモン捕獲。おい、カモン捕獲今日うまい、あっさり。ようやく折り返し地点ですからね、万枚の。負け、しょうがない。とりあえず5000枚レギュラーから20ゲーム上乗せ。残りが535ゲームで今5063枚。ここで、実戦時間終了ですので、とりあえずエンディングの方に行きたいと思います。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。どうでした今日は。どうでしたもこうでしたもないというか、はい、ははーんってなったね。ははーん、ははーん、ひらめいたというか、はい、気づいちゃったというか。気づいちゃった。なんかおかしいなと思ったよね朝一から。はい、はいはい、吉宗極みて。おっとはは。ってだからまあ後半なんかえらい天国出てくるなぁ思って。ああなるほど。はぁ、そういやなんか回転前携帯触ったなぁと思ってな。ピー台みたいなやつか。ピー台みたいな。いやしてたよちょっと待ってください。いやおかしいなと思ったよね。あのですよ、あんなもうイケイケ将軍ラッシュとかやってなんかパインとか200とか乗って、うんうんうん、あれが6ですかじゃあ。いやいや知らん、全然設定関係ない。いや知らん、こうなん。いやもう一撃っすよ。当たったら、当たったら1回だけっすか。一撃ポカーンっすから。はぁーと思って。そういやなんか朝一からなんか変な方向に話持ってて、乗りなんか2人で頑張って万枚みたいな、なんかやたら万枚っていうキーワードも出してきて。でも本当にすごくないですか、万枚とか言って吉宗極み。あの正直な話すると、くのいちだったんですよ。はいはい、はい、あの最初修羅の時を取りまして、これで万枚やって言って沖縄行きたかったんで僕は。だけどあのアイコンチェックしに行ったら、あちょっとこれもワンチャン万枚あるし、くのいちの方がいいんじゃないってなってそっち行ったんですよ。まあまあまあいいよ、はい、もう何言っても言い訳みたいになってきた。わかりました、しゃあない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 、勝ちたかったよな。勝ちたかったんですよどうしても、はい、結果が私投資の方が、はい、44本回収がちゃんとあります。182枚すません。僕の方が投資が、はい21本、はい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 、回収はゼロ
レシートはありません。ですが勝ちです。ですが勝ちです。僕は交換しようと思ったんですよ。でも待てよ、ジローさんいっぱい使ってたし交換しなくても勝ちだろうと思って。そういやそうやね。そうなんですよね。僕も使ってたね。そうなんですよ。だからちょっと、うん、いいかなと思って、そこを攻めてくるかなと思ったんで逆に攻めてやろうと思って。逆に2人で真ん前目指そうって言ってたよ。そうそうですね。なんでそんな喧嘩したがんの。喧嘩してないですよ、喧嘩してないです。いや俺は仲良を2人で真ん前目指そうって言って。はい。だから今日はもう勝ち負けとかじゃないや。あ、本当すか。うん。いやそりゃそうよ。そうですね、沖縄2人とも勝ちよ、これは。確かに、うん、俺が犠牲になって小次郎君が自然にあの6座れたってことやから。自然に 6座って真ん前みたいな。そうそうそう、よかったよ。まだ、あ、残ってるんで本当にあの、うん、僕なっちゃ残るんですけど真ん前出たら沖縄すかね。みんなでな。みんな、みんなで連れてってやそらみんな。そらそうやん。まんまいじゃファミリーやん。まんまいじゃ足んなくないですか全然。足りるよ。ギリ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 足りるよ。そんな貧相な旅行知ってくれます。大丈夫ですか。いやそれはもう貯金も切り開いていってもらわんと。僕のすか。うん、うん、なるほど。まあでも二郎さんと星見ながらお酒飲めるならそれぐらい安いもんすよ。まあみんなでな。みんなで、うん、みんなでキャンプファイヤーしながら。あ、いいっすね。あ、いいね。真冬の、うん、真冬の沖縄。そうしましょうか。じゃあ満枚出していきますよ、このまま頑張ります。はい、ということでこの後も頑張ってください勝手に、はい、私は帰ります。ちょっとはさすがに残りすぎてるんで、うん、ちょっとさすがにこれは待たせらんないなと、はい、ということで僕だけ。分かりました。では今日勝ったのでアイテムをいただきます。つけてますね。一旦置いとこ。あ、うん、僕これ100円キッズで見たことあります。次回に置いとこう。俺これ秋葉原でこういうの見たことある。そういうことか。チェックシャツに。ははーん。ははーん。じゃん。出すんかい。はっ、なんだな。でもあの去年流行ったから。あ、そうなんですか。うん、あ、なんか、え、あ、頭じゃないで。え、どこですか。なんかこの辺につけたりとか。よういたから。結構マジな話。ちなみにどっちがいいですか。首に巻いたりとか。僕は赤がいいですけど。あ、じゃあ俺は青い。あ、いいですか。でも頭っすね。これ頭、頭っすよね。頭です。くるくるってやる。ちょっと待って、ちょっとちょっとちょっと大事で、今日はそれはキャッチできないですよさすがに。ちょっとちゃんと持ってください。はい、では次回これをつけて一緒に頑張りましょう。つい勝ったらデートなんで、はい、そのまま次回も頑張ります。また次回、え。普通さ、はい、また次回を見てください、とかちゃん。あ、そうですね。じゃあそっちにしましょうか。うん、皆さん、そうしましょう。どっかやりましょうか。いやいや、もう全然好きな、どっかやっていう。じゃあ次回はこれをつけて、一緒に頑張りましょう。不自然すぎますね。はい、いいよ、いけてたよ。あ、本当ですか。いけてた、いけてた。もう一回、もう一回、もう一回、もう一回いきます。じゃあ次回はこれをつけて、はい、一緒に頑張りましょう。はい。というわけで、次回も見てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。コーナー神戸中央スロット換算でのルックルックペアルックでこんにちは収録終了いたしました。本日がですね、残りゲーム数が600ゲームぐらいのところで僕だけ残りまして、その後、まあ、写真でポンポンポン出ると思うんですが、見事万枚を達成いたしました。回収の方が1万400枚ほどですね。ということでなんと二郎さんと沖縄旅行に行ける可能性があると、それは次回のオープニングなんかで話し合えればなと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。これからもよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。君たち知ってて